はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。2次間足ボリンジャーバンドトレンドレース、1問均衡表下落トレンド進行中、ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯しておりますが、形状的にあまり強い形状をしておりません。そういうことで、2次間足ベースは底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はい、二時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線真横を向いております二時間足ボリンジャーバンドトレンドですということです二時間足ストキャスティックス売りシグナルが点灯しておりますがもうそろそろ買いシグナルの形状になりつつあるようです売りシグナルの精度としてはあまり高くないと考えております、はい、こちら二時間足の一目均衡表下落トレンドの形状ということです それでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思います。まずは東野ボリンジャーバンド。東野ボリンジャーバンド、下落トレンド進行中、ストキャスティックス、開始シグナルが点灯。8時間種ボリンジャーバンドも下落トレンド進行中、ストキャスティックス、開始シグナルが点灯。はいこちら、4時間種ボリンジャーバンド、下落トレンドの形状、ストキャスティックス、開始シグナルが点灯。 はい、こちら60分足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、ストキャスティックス売りシグナルが点灯。30分足ボリンジャーバンドトレンドレス、ストキャスティックス買いシグナルが点灯。はい、最後15分足ボリンジャーバンド上昇トレンドの形状、ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということです。それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは 147円の50レベル。147円の5万レベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは148円の5万レベル。148円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引用に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のからのリンクより先のページでご確認ください。 はい、そういうことで、ドル円本日、ロンドン市場の予想レンジです。147円の50レベルから148円の50レベル。147円の50レベルから148円の50レベルということです。はい、ポイント。はい、高派の FOMC 議事用紙、ドル円反発ということで、はい、昨日、欧州時間序盤なんですけど、ドル円は147円の1号にまで下落してたんですが、 はい、ニューヨーク時間ですね、FOMC 議事用紙でインフレの改善が不十分であれば追加の引き締めが適切となると言及ということで、はい、こちらを受けまして、ドレンは148円の599まで上昇したということです。はい、本日なんですが、依然として感謝祭に絡む調整売りリスクには警戒と、 いうことですはい、そんな中、二次間足ボニンジャーバンドトレンドレース一問均好評、下落トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯しておりますが、形状的にあまり強い形状をしておりません。はい、そういうことで、ドル円本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的には底堅く推移と考えております。ドル円本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的には底堅く推移と考えております。はい、続きまして、通貨強弱と板情報ということで、まずは左手、ボラティリティーツール、二次間足ベースな なんですけど一番強い通貨はポンド、その次、米ドル、その次、日本円、その次、5ドル、最弱通貨ユーロとなっております。はい、続きまして 右手側、外貨ネクストネオのお客様の板情報、まずは売り注文からなんですけれども、売り注文、えー、148円の3号、148円5丸148円の6号、売り注文たまりつつあるようです。ストップ注文につきましては、148円の5丸にたまりつつあるようです。続きまして、買い注文なんですけど、148円の1丸丸5 148円ちょうど、買い注文たまってきております。ストップにつきましては、148円ちょうど。 147円の95、147円の80、えー、ストップ溜まりつつあるようです。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。